皆さんこんにちは、かよです。今回はこのキャスターっていうんですかね、この棚の中に入っているコスメたちを紹介していきたいと思います。でこのキャスターなんですけど、楽天で購入したもので、キャスターは結構いろんな種類がね、値段とかも様々売ってるので、そのお家に合うサイズを買えばいいのかなと思うんですけど、私はこれは 2,3,000円ぐらいで購入しました。で上がねこうガラスになってて、すごく中もね使いやすいシンプルなデザインで、自分で組み立てました。私一人でねだいたい1時間もかかんないうちに組み立てられたので、簡単な方かなとは思います。で中結構たくさんね種類があるので、もしかしたら前半と後半に分けて2回2つで更新するかもしれないんですけど、よかったらお時間ある際に見ていただけたら嬉しいです。ではどうぞ。はい、じゃあまず1段目の上からやっていきたいと思います。ちなみに全部ちょっと入りきらないんですけど、5段になってます。で大体4段までがアイシャドウが入ってますね。アイシャドウっていうか粉物が入ってます。じゃあ一番上からやっていきたいと思います。まず一番上は見えますかね、ダーンとこんな感じで斜めにバーッと見えるように入れてます。でこの中の仕切りとかはね特に入れてなくて、っていうのもねこのサイズにぴったり合う仕切りがねなかなか売ってなくて、ダイソーとか探したんですけどなかったので、まあこのまま入れちゃっていいかなと思ってこのままブワーッと並べちゃってます。はい、じゃあねちょっと横にして紹介していきたいと思います。全部出すとこれぐらい入ってます。じゃあ手前から紹介していきます。これ長くなりそうですね。まずこれがよく使ってる3のシマリングデュオ01番、こんな感じで2色になってるやつです。ハイライトとチークですね。これすごいお気に入りです。でこれがクリオ、韓国のクリオでお買い物した時におまけでついてきたアイシャドウなんですけど、結構一時期すごいこうハマって使ってて、すっごいこう便利な可愛い色なんですよ。ラメとかもに入っててすごく使いやすいです。これをこれでメイクした時に 2,3回動画内でね、この動画のメイクぜひ紹介してくださいって言っていただいたんですけど、これでも買うっていうよりおまけでついてたものなので、これ紹介してもどうなんだろうと思って結局紹介はしなかった商品なんですけど、はい、韓国でねお買い物した際はぜひ楽しみにしてみてください。これもらえるかもしれません。で次これがディオールの単色アイシャドウ、唯一持ってる単色アイシャドウです。ディオールショーモノ、これ多分ね478番なんですけど、限定のカラーですね。こんな感じのグリーンラメがすっごい可愛い、こんな感じのキランキランなスモーキーなねカーキカラーなんですよ。可愛いですよね、キラキラ。これは今年の秋ぐらいのコレクションで限定で出てたものです。もう今は売ってないかもしれないです。これがね最近よく使ってるサナエクセルリアルクローズアイシャドウの CS03 番ローズピンヒールっていうカラーです。これ4色ですごくね使いやすい、ピンクブラウン系が入ってます。色味がこんな感じの4色です。このねハイライトもすごく馴染みのいいカラーだし、このね赤みブラウンもとっても使いやすいカラーだなと思います。じゃあ次行きたいと思います。これも最近の発売された、一番最近のやつはまだ持ってないんですけど、ケイトヴィンテージモードアイズの BR01 番、オレンジブラウン系のアイシャドウです。これはねこれを使ったメイク動画出してるので、そちらを見ていただけたらと思います。一度使ったことあるものとかはねポンポンやっていきたいなと思います。あとこれがインテグレートトリプルレシピアイズの BR703 番ですね。これ結構好きです。動画内でね使ったことあるんですけど、まああんまり紹介したことはない方かもしれないんですけど、5色入ってます。こんな感じです。でこのね締め色も可愛いし、この間の中間色も可愛いし、このキラキラも結構大粒のキラキラで、これ一つ持ってるとだいぶグラデーションに幅が広がるんじゃないかなと思います。これプチプラの中でだいぶ私は好きなアイシャドウですね。はい、次がケイトのケイトブラウンシェードアイズ BR5 番、これはね結構何回も使ってて私大好きで、持ち歩きコスメにもよく入ってるし、この色ねもうそろそろ多分底見えするんじゃないかなっていう感じのやつですね。本当に使いやすいブラウンで、ブラウンのアイシャドウ探してる方はすごくおすすめです。きらめきもね普段使いしやすい程よさがいいし、ブラウン好きにはたまらないと思います。サナエクセルスキニーリッチシャドウの06番ですね。これはちょっと昔のこのリアルクローズは最近出たんですけど、これは1個前のシリーズのものです。
私は1個前のシリーズの方が好きかなって今のところ思います。まあ、この質は変わらずいいんですけど、こんな感じのブラウン系のちょっとピンクっぽい4色です。これもね、割と使ってメイク動画出してるので、よかったらそれを見ていただけたら嬉しいです。あとはビセリシェのシマリッチアイズ BR9 番、これは去年じゃないかな、一昨年のクリスマスコフレのビセの限定のアイシャドウです。5色入ってて結構のクール系になるアイシャドウなんですけど、割とねこんな感じのアイシャドウで結構スモーキーカラーが入ってます。グレーっぽいラメ入りの色が特徴的なパレットです。次がキャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズ18番、これも割と最近登場した色味ですよね。すごく私は気に入ってます。ラメがね特に可愛いし、ちょっとねこれもくすみカラーなので、イエローベースの方も似合いそうなピンクな色かなと思います。これも一時期すごい流行りましたよね。キャンメイクパーフェクトマルチアイズ03、シャネルのアイシャドウに似てるっていうことで一時期本当に話題殺到だったんですけど、マットのアイシャドウでプチプラだったらこのアイシャドウがね今年っぽいし使いやすくていいんじゃないかなと思います。キャンメイクはね結構使い方とかも後ろに書いてあるものが多いので使いやすいですよね。特にこれはねシェーディングみたいに使える色もあるし、眉ブローとして使える色もあるし、すごく万能な種類だなと思います。で同じマットタイプのこれは04番ですね。これも持ってます。こっちの色の方がダークカラーなんですけど、私はね1個前に紹介したカラーの方が好きで、こっちはもうちょっとピンクっぽい、もうちょっとこんな感じでピンクっぽい感じ。これも可愛いんですけど、使うのはさっきの方が多いかなっていう。キャンメイクもね割と好きで、いろいろ気に入って使ってます。あとこれもキャンメイクシークレットカラーアイズの01番、これは一時期ほんと必ず持ち歩いてた持ち歩きコスメで、で底見え、こっちめっちゃ底見えしてて、こっちもねほぼ底見え状態なんですけど、もうちょっとっていう感じで、最近全然使ってなかったからまた使いたい。これはこっちの底見えしてる方はノーズシャドウにすごい良くて、今日ノーズシャドウ入れてないから入れようかな。指でこうちょんちょんってこうやるだけで深みが増すんですよね。鼻が高く見えるから、お直しの時に指でこうすぐシェーディングが入れられてとってもいいです。使ってなかったけどまた使おうかなって今見つけて思い出しました後ろにあるとついつい忘れちゃいますよね。じゃあこれでね手前が終わりました。次真ん中行きたいと思います。真ん中からはね結構デパコスが増えちゃうんですけど、はい、すいませんじゃあ前からやってきます。これは唯一持ってるスックです。スックのデザイニングカラーアイズ11番、フカカエデっていう色味ですね。こんな感じの4色になります。この赤すごい可愛いし、この2色でねシンプルにグラデーションを作ってもとってもおとなしくて上品なメイクになります。ちなみに今日はこの4色を全て使ってアイメイク仕上げてます。あのブルーのねラインっぽく、ブルーのこのラインも使ってるんですけど、あのすごく分かりやすすぎるね、こう鮮やかなブルーっていうよりは深みがあるラインっぽく使いやすいブルーなので、このねアイシャドウパレットは非常に使いやすいですね。この赤系をね今日は薄く広げてるので、あんまり赤っぽすぎなくていいかなと思います。下にねのせてる、この目の下にのせてるのは このオレンジっぽいカラーです。ちょっと見づらいかもしれないんですけど、この4色でラメ感がとっても上品ですよね。ちょっとメタリックっぽい感じかな、ラメっていうよりは。まあスックは、ね、皆さんも知ってるかと思うんですけど、割とねお値段が張っちゃうんですけど、まあその価値はありますね。はい、とってもあります。でこっからはちょっとディオールが続きます。まず一番最近買った、まだ袋に入ったままなんですけど、クリスマス限定のサンククルールですね。2つ前の動画にこれを使用したクリスマスコフレ紹介のねあの動画を出しているので、そちらで色味は見ていただきたいんですけど、すごく使いやすくてラメ感も可愛いし、ほんと茶色系なので普段使いからねクリスマスデートまでとても使いやすいです。もしねデパコスあんまり挑戦したことないけどアイシャドウ挑戦してみたいって思ってらっしゃる方とかは、こういうねブラウン系のものから入るとね、ブラウンが本当に奥深いというか、プチプラでもいっぱい出てるけどデパコスのブラウンは別格でいいっていうことも気づけるし、違いが分かると思うので、ぜひぜひおすすめしたい、今しか買えないアイシャドウなので、ぜひおすすめしたいアイシャドウです。ポンポンいかないとダメですね、一個一個長く話しちゃいそうなはい、じゃあ次いきたいと思います。
次がチークですね。同じ形のものがバーって入ってるので、この中にチークとかもいるんですけど、この色はベージュっぽいオレンジっぽい色で、とっても馴染みやすくて大好きで、これも2つ前のクリスマスコフレのメイクの時に、これクリスマスコフレではないんですけど使用しました。これはディオールスキンルージュブラッシュのチークカラー459番のカラーです。はい、そちらを見ていただけると嬉しいんですけど、これも馴染みのいいカラーなのでとっても気に入って使ってます。次は、サンククルール837番デビーリッシュっていう色。はい、こんな感じのカラーです。これも多分限定ですね。秋の限定カラーかな。黄色とか緑とか赤とかね、一見すごく使いづらそうじゃないっていうパレットに見られちゃうかもしれないんですけど、とってもこれはね、私的には良くて、人と被らないカラーだし、一個一個すごく使いやすいようなカラーなんですよね。黄色って言ってもバキッとしすぎてない柔らかい黄色だし、これもね、緑って言っても目にのせても浮かない緑なんですよ。なので非常に私これでメイクするの好きで、ポイントにねなって好きです。これを使ったメイク動画も多分出してたと思います。多分というか出してたので、色味確認していただければなと思うんですけど、837番すごくこの色も好きです。これはサンククルールアイシャドウ867番。これは定番で売られてるのでいつでも買えます。すごい可愛いですよね。これはマジで使いやすいですちょっとこれじゃあ手に入れ塗っていきたいと思います。サンククルールまだ買ったことなくて、買ってみたいですって思ってる方はいいかもしれないです。定番で売ってるからいつでも買えるし。はい、ちょっと見づらくて申し訳ないんですけど、この5色です。ここの3色でグラデーション作って、でこれがベースカラーで、これがアクセントカラーっていう感じですね。全部一度塗りなんですけど、本当に高発色で、はい、こんな感じです。まあ春から冬までね、全部これで出来上がるんじゃないっていうぐらい明るめなカラーもあれば、深い秋冬のカラーも揃ってるので、サンククルール初めてで定番で買いたいって思ってる方はいいと思います。このカラー、これが最後ですね。これはサンククルール597。これも定番じゃなくて限定なので今は買えないんですけど、これ多分夏に出てたアイシャドウですね。真ん中がアクセントカラーで、4周りが全体的グラデーション使えるような色味になってます。これあんまりラメ感がギラギラなのはこの白い色だけで、あとは割と落ち着いたカラーなので普段使いにもいいし、結構このね真ん中がねインパクトのある明るいカラーなので、これでだいぶ遊べるんじゃないかなっていう感じのアイシャドウです。はい、ということでね、サンククルールを結構持ってますね。5つ持ってるかな、サンククルール。はい、そんな感じです。これもディオールなんですけど、ディオールバックステージシリーズっていうシリーズで、コントロールパレットっていうパレットになります。これはね、値段がさっき紹介したこういう黒のシリーズよりも値段は安いのに、カラーバリエーションも結構あって、でとってもおすすめです。4色のパレットで、濃いめのね色はチークとしても使えるし、つけすぎた結構発色いいんで注意なんですけど、チークとしてもねこんな感じで結構高発色にやばい使えるし、ハイライトとしても使えるし、ここら辺でノーズシャドウとかねシェーディングとしても使えるし、とってもいいかなと思います。最近結構ブラウン系のチークとかも好きです。でこのシリーズまた同じバックステージシリーズなんですけど、ディオールバックステージアイパレット002番のクールカラーです。これピンク系で、結構ね何回も紹介してるんですけど、すごいねグラデーション作るのに便利で、結構明るめなカラーが多いんですよ。締め色が少なくて、この2つぐらいしか濃い色なくて、あとはだいたいねラメとか本当にベースの肌色とか白系の色とかが多くて、細かいグラデーション作ったりとかするときにとっても便利だし、ベースカラーをここら辺で仕上げて、アクセントカラーとかを単色アイシャドウとか、あとはこうラメのアイシャドウとかを上からね乗せてあげると、とっても可愛いグラデーションになります。同じく今のカラーのオレンジ系、オレンジブラウン系のバージョン001番ウォームっていうカラーです。私もこっちもね持ってるんですけど、ピンクの方がね割と意外と使ってるんですけど、こっちもすごく使いやすいカラーがたくさん入ってます。でもね割とラメ系の色は少なくて、ほんとマットなベースっぽいカラーが多いので、まあここら辺だったらこれとかこれとかが私は好きなカラーなんですけど、これもねもっと使っていきたいなと思います。じゃあこの後ろもね紹介していきます。これは2つともマリブビューティーです。結構ね使ってて、もう年季入りすぎて、わかりますか、これは字残ってるんですけど、こっちに関してはこっちは字がないっていう
感じで、これ1000円もしないのにすごい発色もいいし、デパコスに負けないんじゃないかぐらい私は気に入って使ってました。800円とかで買ったんですけど、それにしてはめちゃめちゃいいです。でこれがブラウン系の01番なんですけど、こっちが04番のローズ系ですね。マリブビューティーナチュラルアイズのローズ系です。こっちもすごい可愛くて、なんかセールしてて、あの安いところでアウトレットで私は買いました。これだからもっと800円よりももっと安くこっちは買ったんじゃないかなと思います。今マリブビューティーのこういうあのアイシャドウパレットってリニューアルされて新しくなって白っぽいこうパッケージに変わってたんですけど、それは私まだ買ってなくて、こっちはね2つ持ってるんですけど、安いし可愛い色だし発色も良くて、さすが海外コスメっていう感じなので、はい、これからねもっともっとこれも使いたい商品ですね。お気に入りです。これはまず一つ目がナーズフルールファタールアイシャドウパレット。これはねナーズのあの持ってるアイシャドウ全部紹介、ナーズの持ってるもの全て紹介したことあるので、そこにねここで色味はね全て紹介してるので、そっちでね見ていただけたらいいかなと思うんですけど、ブルー系とか赤系とか入ってて非常に私は好きなカラーリングです。ナーズの限定のアイシャドウパレットってなんかブルー入ってること多いですよね。あとこれもすごく似た色味なんですけど、こっちの方が全体的にすごくダークカラーで、だいたい締め色だろうっていう感じの色味。これもねナーズの紹介の動画で紹介されてるので見ていただけたら嬉しいです。はい、次がこれですね。これはキャンディードールかなで合ってんのかな、2のスモーキーっていうカラーです。これはね台湾に旅行に行った時に1000円しないぐらいだったはず、パレットにしてはとっても安いと思って、お姉ちゃんにお土産で1個で自分にも1個買ってきたものです。これもねすごい使いやすい色味がたくさん入ってて、割とこれも締め色がなくて中間色がメインで入ってて、あとまあ明るいベースカラーと中間色がほとんどなので、濃いメイクっていうよりかは柔らかいメイクに仕上げたい時にこれはすごくいいんじゃないかなと思います。あとこれがルージーンっていうところの12色アイパレット03番です。これはねダイソーで購入して、まあ、使えそうだったら紹介しようかなって思ってたんですけど、03番しかそこのダイソーには売ってなくて、1番と2番の方が多分使いやすいカラーだったんだろうなっていう感じなんですけど、はい、まだねちょっと試せてなくて、結局使えてないのでまだ紹介はできないんですけど、またねこれ使ってみながら動画撮ってみてもいいかなと思います。で一番奥にこれが入ってました、ヴィセリシェのグランマラスヌードアイパレット BR2。 これ去年のクリスマスコフレですっけ、なんかすごい流行ってみんな買ってほぼ売り切れ状態、すぐ売り切れになった色味なんですけど、私もすっごい気に入ってめちゃめちゃこれ使ってました。こんな感じですごい使ってて、これどの色も大好きで捨て色がないので好きですね。今年もこういう感じの私もこういう感じの限定のアイシャドウパレット出るらしいですよね。買えたら買いたいなとは思ってます。プチプラでこういうね優秀なパレットが出てくれるとすごい嬉しいですよね。奥もねデパコスが割と入ってるんですけど、やっていきたいと思います。まずでキャトルオンブル268番カンドゥールエクスペリアンスっていう268番のシャネルのアイシャドウ。これはさっきキャンメイクで紹介したカラーとすごく似てるって噂になったこのシャネルのアイシャドウです。キャンメイクがこれ、シャネルがこれ、まあ違うっちゃ違うんですけど似てるっちゃ似てますよねまあ正直粉質とか色持ちはシャネルの方が高いだけあっていいです。でもあのパッと見ねどっちともと2つでね片目ずつメイクしたことあるんですけど、あんまりやっぱりこう分かんない変わらないので、まあ、色持ちとかねより質感をいい質感を求めたらこっちなんでしょうけど、別にこっちでもねいいのかなとも思います、はい、でこれもすごく一見えっと思われるカラーなんですけど、この青4色のねパレットで、でキャトルオンブル306番スプランドゥールエオダスっていう4色パレットです。これねブルーブラックグリーンピンクオレンジみたいな4色でとっても珍しい明るいカラーなんですけど、すごいねここの色が私的には気に入って購入しました。でこれはチークですね、ルコントラスト380番ソークロースっていうチークです。これオレンジ系のチークで、あのすっごいね蛍光オレンジみたいなチークなんですよ。で私オレンジ系のチークを1個も持ってなくて、すごいいろいろ探してた時に見つけた色だったので、すっごい
い可愛いなと思って買ったんですけど、蛍光オレンジみたいなオレンジなんですよ。オレンジすぎてすごい発色も良くて、結局ねあんまり使ってないんですよまだ。これはもう薄くふんわりのせて使ってあげたらいいと思うんですけど、まあ、夏とかにね使うのがいいかなと思います。これも限定なのですいません、限定ばっかりで今からは買えないんですけど、これはエクラエニグマティックアイシャドウの2303番なのかな、色味です。こういう4色が結構好きで、こういうダークなブルー系っていうかグレー系のカラーをラインに使って、アクセントが赤で、あとは茶色とベースカラーっていう感じの4色だとすごい使いやすくて分かりやすいので、私は意外と好きです。今日のね使ってるあのアイシャドウと本当に似てる色の組み合わせです。はい、はい、次がこのちょっとシリーズがねさっきと違うんですけど、でベージュパレットルガールっていうののディープっていうカラーで、中開けるとさっきとね全然形が違って 3,4,5 色入ってます。ラインとしても使える色から、こういう暗めなね彫りをかける色から、キラキラもね2つ入ってベースにもなるようなカラーも入ってるので、本当にこれ1色でねだいぶ毎日メイクに大活躍するんじゃないかなっていうパレットです。でこれはマリブビューティーの、これもね前アウトレットに行った時に売ってたものなんですけど、マリブビューティーセレクションアイズ01番っていう色で、4色ともねこの茶色以外は全てすごく薄い色なんですよ。でベースカラーとして使うにはねすごく発色も意外と出るしいいんですけど、とにかく色が薄いのでこれ1色でアイメイクは終わらないです。ベースカラーっていう感じでどれか使って、これもちょっと茶色系なので使えるんですけど、他のねキラキラ系とかアイシャドウ、ラメ系とかそういうアイシャドウは別のアイシャドウと組み合わせて使わないと、ちょっとこれだけだと私的には物足りないかなっていう印象のアイシャドウですね。まあもうこれはアウトレットで売ってたものなので、もう定番っていうか普通には売られてないのかなと思うんですけど、これはそんなに気に入らなかった商品ですね。これは唯一持ってるルナソルの3ディメンショナルアイズ01番ですね。これも茶色系のカラーなんですけど、このラメ感もすっごく良くて、まあ、茶色のアイシャドウ私大好きでね、ついつい集めがちなんですけど、その中でも私はすごく気に入ってます。このアイシャドウは細かくね分かれてて、こうやって見ると分かるんですけど、このハイライトカラーも3色ちょっとずつ違かったり、この締め色のカラーもこれがラメゴロゴロだったりとか、これが割とマット寄りだったりとか、ちょっとずつ違う色味がここでね3色ずつ分かれてたりして、でこの2色はねそれぞれ1色ずつなんですけど、本当にね面白いんですよね。これだけでグラデーションが作りやすいようになってるし、ちょっとこうアレンジが効かせたメイクとかもねできるようになってると思います。すごくはこのアイシャドウはおすすめのブラウン系アイシャドウです。次が MAC のアイシャドウです。これ限定のパトリックスターとのコラボのやつなんですけど、お花がね結構おもちゃみたいでなんか可愛いですよね。ピンクのパッケージになってます。これがスモールアイシャドウかける4ってなってるので、こんな感じで4色入ってます。これは結構紫系のパレットですね。あんまりこの4色のパレットの感じは持ってないので気になって買ってみたんですけど、質問でねこのアイシャドウパレットどんな感じ使ってますかって来たんですけど、結構普通に使いやすくて、ベースに塗って二重幅全体に塗って、でラインっぽくこっちを入れてもいいし、ラインっぽくこっちを入れてもいいし、例えばこっちを目尻にふんわり乗っけて最後にラインっぽくこっちを乗せてもいいし、好きにね使えるかなと思います。はい、これが大阪の阪急限定かなのアイシャドウパレットで、大阪にね行ったお友達に頼んで買ってきてもらった商品です。この色がピンクのラメがゴロッと入ってるネイビーカラーで、これもネイビー系の濃い色なんですけど分かりづらくてすいません。YSL のパレットはこの個性派しか持ってないんですけど、こういうね色味はね普段使いにはちょっと難しく思われがちなんですけど、まあ、挑戦していきたいなと、メイク好きと語るならばこういうね皆さんが使わないようなカラーも挑戦していきたいなって思って、はい、次がねミラニのアイシャドウで、これは03って書いてあります。なんかジェル状になっててプルプルしてる感じのアイシャドウで、とっても発色もいいしお気に入りです。なんか高級感があって可愛いですよね、ゴールドのパッケージで。これはねお土産で2色ハワイかな、ハワイのお土産で親友が2色買ってきてくれたものです。っていう感じでここの中に入ってるアイシャドウは全て紹介し終わりました。普段はねこんな感じでこうザーッとこう斜めになってて、ここから
こうパッて取ってメイクしていく感じですね。まあ、あの仕切りとかがあった方が見やすいっていうか選びやすいのかもしれないんですけど、私はこんな感じでね直に入れちゃってます。多分これだけでねすごく長い動画になっちゃったと思うので、もうこの1段だけで仕切っちゃおうかなと思ったんですけど、こんな感じでねデパコスもあれば初めの方はだいぶプチプラだったんじゃないかなとも思います。もっとねプチプラも集めたい商品たくさんあるので、はい、あのもっと紹介できるものが増えたらなと思います。今回はこのコスメ収納の第2弾ということでアイシャドウ紹介をしてみました。少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。